はい、ただいま2023年の6月の10日土曜日の昼の13時42分ですというところで、トーナメント戦始めてまいりたいと思います。実際昨日今日だけでもう結構撮ってるんですけど、まあそのぐらいプレイしてますよということで、相手は伏龍と六段の方です。よろしくお願いいたします。とりあえずちょっとキャラと BGM をちょっとだけ変えましたというところです。あ、高い剣も変えようと思ってたんですけど、まあいいや。ということでスタートしてまいります。ハイパイ点数はまあこれはまあ5点ですね。一応難が統一段で泣けますというやつです。さて、薬牌がつけば面白いという程度で、あ、でもまあツムは非常に良かったんで薬牌はもう落としていきます。難は泣きますね。難を1泣きして、とりあえずあウーピンツモ、これはいいですね。これは E1 も泣いてもいい、いや E1 は泣かない方がいいかな。うん、まあとりあえず難だけは泣きたいですね。リャンピン落として、で場合によっては E1 も落としてリーチと、あ、そうきましたか。であれば、とりあえずここはまだリーチを取らずに、難はスルーして、まあローピンがつけばリーチかなというところですね。まあ出上がりでもいいんですけどね、普通に、リーズも、あ、ツも、なんつもドライチ、まあまあなんドライチぐらいですよね。まあパーピンの出を期待ですけども、まあちょっとイマイチなんですよね、発揮してこれ。まあトーンは勝負するとして、これはまあスルーするとして、まあいいや、これで、はい、いただきました。とりあえずパワーピンがドラだということをすっかり忘れてました。はい、とりあえずなんドラドラで一応上がりをゲットです。まあかなりいい上がりになりましたというとこです。さて 1,2,3,4,5,6,7,8 周ですね。はい、9周来ました。国士を狙います。まあ、とにかく9周は国士っていう最近の打ち筋になっております。結局、まあ、国士は流れればもちろんでかいですが、まあ、それ以上に、まあ、あの無理して上がりに向かわないということが大事かなと。とりあえず欲しい牌は、9ピンと9層でトン、ナン、9ピン9層トンが欲しかったんですが、トン来ました。はい、9層も来たんで、とりあえず E1 で回ります。スモかな、いや大丈夫として、これっていうのはどうしたものか。まあスーチーピンちょっと勝負してもいいかな。スーチーピン勝負で一応何を引いてきたり9ピン引いてくれば面白いので、スーチーピンの勝負です。サブローピンも勝負できそうですね。チーソー打てるか、リャンピンは安牌。まあ一応難を引いてきたらどうかという話なんで、いやもうこれ以上はやめておこう。はい、 E1 落として回っていきます。まあこれで引いてきてもやっぱちょっと勝負ができないですね。残念ながらここは折りですね。はいはい、現物をとりあえず打って、あ、そこで勘をしたということは上がりようはなかったということですね。まあまあとりあえず国士はまあ半分冗談みたいな手なんで、はい、とりあえずは次です。まあ当たらなかったからよしとしました。さて、まあこのまま小銭を稼いで最終的に5万点トップっていうのでもまあいいんですが、とりあえずこれハイパイは7点というところですね。まあ思いっきり本一ですから、まあトンを泣いて、トンパツ泣いて、パツを泣かなくてよくなったんで、とりあえず薬牌落としていきますが、まあローズは泣かないですね。ローズは泣くまいとして、ハクシャーをどこで落とすか。まあ下茶はピンズですね、思いっきり。さてハクとシャーをどこで落とすか。
本は泣きます。まあ吐くはここですね。さてあとは想像の引きが大事なんですけど、シャアは泣かれましたね。中からイーワンが出てきたと。イーワンが2枚出てきたんで、これでピンズ本一転廃したかなという感じですよね。さあここは泣きます。それでいてパストですね。パストは1枚出て、あ、これはラッキーでした。マンガンです。はい、これはラッキーでしたね。とりあえずは、まあまあいい打ち方ができたかなというところです。はい、もうナンバーに入りましたんで、あとはマンガンマンガンマンガンと上がって、7万点トップというのが理想ですが、はい、これはハイパイ点数は6点でツモは良しというところです。まあメンチが2つあるんでかなり、まあ、7点ぐらいですかね、イメージ的には。まあ、7点のハイパイですから普通に上がれるなというそんな感じですね。一応両面2つ来ましたね。ただまあスーアンコウとかもちょっとあるなぁとは思ったんですよ。とりあえずちょっと様子見ます。でリャンソが出ればまあもう上がりますけど、酸素が出ましたね。とりあえずまあここはちょっと一手代わりのスーアンコウがあるんで、うわーっと、まあいいや、上がろう、しょうがない。スーアンコウ狙いたいんですけど、まあイーペーコです。はい、3万2000が、1600点に変わってしまいましたけど、はい、とりあえずまあちょこっとずつ加点して最後トップというのが理想ですね。さあこれはハイパイ点数的にはまあ6点ぐらいあるかなというところですね。チュンも泣けますし、まあ妻も良くてもうリーチかけれそうですね。チュンは1枚、あ、E ピンをなんで切ったのかちょっと今間違えましたね。 E ピンを間違って切ってしまうというミスが起きましたが、しまった、完全にミスをしてますね。チートイを狙ったということにしようかな、これは。あ、でもウーピン積もってきたんで、ここはチューンを泣いて、まあ微妙ですね。イースースを引いてきてっていうとこなんですけど、さあ泣きがあんま入らないですね。結構慎重というか高い手を狙ってる感じなのか。さあリーチか、とりあえずイワン打ちます。ああ一発か。さあうまく打たれてしまいましたね。というかこれでかいですね。バイマンか。はい、おやっかぶりしてしまいましたけど、まあとりあえずトップ目ですからね、最後サクッと上がって終わりたいところなんですけど、ハイパイ点数はこれはまあ6点ですかね。6点です。まあなんとか、ピンフで上がれそうな手配ではありますね。とりあえずまあまあ薬牌落として、もう泣かれてもやむなしで薬牌落としていきます。さて下茶は手が早そうかな。純茶牌どんどん切ってる感じなんで、さあウーピンを入れてパーピンか、パーピンが来たんで、まあウーピンを入れてリーチですよね、ここは。三風呂早いな。となるとリャンウーピンとローキュウソなんですが、ローキュウソが薄い。これ初はいけるか、これ。ああギリギリというか初はいけましたね。さあリャン、ああ来ましたね。ここはもう当たり目ですけども行きます。ここは、はい、一発です。リース速ドライチ、はい、リー速ピンフドライチ、裏が2枚ですが、まあ、1枚乗りまして8000の加点で終了です。はい、よかった。これはまあいいトップが取れましたんで OK とします。はい、ということでレーティングも1800なったんじゃないかなと思いますが、はい、まあ80点なんですが、まあこれは微妙です。
やっぱり7万点以上トップ取らないとあんまり意味がないですというところです。まあ、トップそのものにかなりの価値があるんで、まあ、それでよしというところです。レーティングは1800を超えましたね。まあ、あの一時期1800超えてたんですけど、あのずるずるっと1650点まで落ちてしまいましたからね、びっくりしました。まあ、あのあれから自分の打ち筋を見直していろいろ改善するところをちょっと改善しただけでかなり勝てるようになりましたね。はい、さて玉の争奪戦ですね、東王と九段との戦いですということで、まあなんとか玉だけは取られないように頑張りたいと思います。まあデカトップも当然欲しいんですが、とにかく玉の争奪戦に勝ちたいです。ハイパイ点数はまあ6点ですね。一応白が泣けるのとドラが1枚あるということ、スモは非常にいいですね。さあペンちゃんを早速落としていきます。この早い段階でペンちゃんが落とせるということは、まあそれなりに手が揃っているということですね。いい3品を引きましたんで、ここはまあサブローソとリャンウピンの天秤ということで安牌も確保。はい、ウーソーは入れ替えです。さあこれでリャンウピンを入れて、あ、リャンピンがすごく少ないですね。ここはハクはまあ取っておきましょう。とりあえずはリャンピンが少ないですけど、まあでもリャンピンで受けていきます。サブロッソを入れてリャンピンでリーチかな。いや E1 はちょっと欲しい、取っとこうかなと思ったんですけどね。まあ残念、実はちょっとリャンピン3ピン数ピン落とす選択肢がちょっとありましたけど、まあ残念。白を頭にしたらまあ微妙だったんでですね、まあいいか、白は泣かれたくもないんで、さあ難はちょっと勝負します。サブローソーとリャンウーピンです。さあそろそろ積もってくるはずなんですけどね。まあペイも勝負しますか、1枚。はい、リャンピンがなくなりましたね。難は OK として、さあこれっていうのはもうリャンウーピンがない、まあウーピンがもうなくなったような状態ですが、まあリーチいきますか。これリーチしないと上がれないんで、ウーピンを狙っていきます。まあ街は非常に悪いんですけど、ここはまあ蓋をする意味で、まあ出ないでしょうね、赤ウーピンじゃないですけど、まあウーピン、はい、まあ残念です。次です。さあ一本場ですし、一本あるんで安手でもいいんで上がりたいとこですね。これハイパイ点数はこれは8点というとこですね。非常にいい点数です。ドラが2枚というのがかなり大きいですね。はい、リャンドツモもまあ悪くはないというとこです。さて役牌なんですが、まあ、ついてくれればいいんでとりあえずは持っておきますが、まあ、シャアから落とそう。あ、トンが1枚切れましたね。さあめちゃくちゃ引きがいいんですけど、あ、9ピンを積もってきたんですが、これパーピン落とすか。パーピン落として、チーソーを入れて数ピン待ちかな、イメージ的には。まあ、もしくは3、あっとウーソが入ったのは非常にいいんですが、まあ、3ピンを勝負します。3ピン勝負でウーピンが安牌なので、ウーピン総図出ますか。ウーピンはちょっと打てそうなんで、はい、積もりましたね。しかも本一の面本か、これはでかいぞ。怠慢ですね。さてとりあえずちょっと下茶が弱ってくれるのは助かる。高ハイパイ演出来ました。これハイパイ点数は9点ですね。9点というところですね。あと一歩で満点ぐらいの、まあ、非常にいいハイパイです。ツモも最高に良くて、さてこれはリャンピン、スーソー、ロースを
あとチーピンがちょっと鍵ですね。あ、ウーピン入ったか。じゃあここでイーピン落として、まあリャンウーピンとか、あとまあやっぱチーピンですね。チーピンが入ってくれると、いやまあ本当はスーソが入るのが一番いいんですが、まあ、最後スーソリーチでもいいかなとは思います。早いとこ先制転敗。何、3ピンがこれでなくなりましたんで、サブローピン固定したとしたらやっぱ想像ですね。下茶は結構手が早そうなタンヤオですかね。さっきから全くツモが良くないので、うわーこれはちょっとツモがひどくなりましたね。6連続、いや7連続の無駄相撲これじゃあ上がれないですね。でリーチは来たもののなんですが、まあ行きます。これは数層でリーチです。これは早そうでいて無駄相撲を引きまくってピンチに陥りまして、まあこれ上がれればというやつなんですが、下茶は上がりを諦めた可能性が出てきましたね。あ、出ました、リーチドラさんですね。はい、まあまあこれは上がらせてもらいましたけど、さてさてこれでトップの可能性も見えてはきましたね。さあ難波に入りまして、親番。さてさてここはハイパイが、まあハイパイ点数はまあ5点、第一つもよしというところで、まあ本一はちょっと微妙なんで、とりあえずうちに寄せていきます。まあ、トンとナンの重なりを期待して、シャアはいらないですね。シャアはもう落とすか。シャア落とします。トンが重なったのはよしと、シャアが2枚落ちたんでもう使えないんですよね。さてここはトンを泣いて急走を切るかと思ったらですね、トンを泣かずにウーピンチーピン入れて、スーチーピンですね。これでスーピン高め一通です。まあ、ピンはつかないんですが、スーソーが、スーソーです、スーソー詰まりました。はい、リーズも一通ドライチ、リーズも一通ドライチ、裏行って羽マン1万8000が取れるんですが、どうかな、惜しい。はい、ということで1万2000ですが、かなり大きな満願です。さてあとはもう下茶をとりあえずラスに押し付けて上がる。あーでもこれかなりいいですね。ハイパイ点数8点ですね。これはかなり形のいいハイパイです。ということで、まあやっぱり薬牌をさっさと落としたいかな。何もペイも先切りします。何ペイ先切り、パツも切ってピンズとソーズのくっつきを待ちます。はいはい、スーピンはかなりいいスーピン引きましたね。ってなってくると、これで三層、ウーソー、チーソーあたりを引いてくれば、これでいくとチーピンでもよしというところですね。あ、ローソー来ました。これでいくところのウーソー、とりあえずこれはウーソーはちょっとダマ、ウーソーダマで、あんまり手代わりという手代わりはないんですけどね。ただまあ嘘はちょっとダマですね。これは本当はリーチしたいんですが、嘘はダマで、で手代わりがあるとすればイーソーを引いてきて、まあ、それでも大した手代わりにもならないので、さあここなんですよね。問題はチーピンはちょっと勝負します。チーピン勝負して酸素が来て手代わりといっても乱素か、まあ乱素かけますか、これで。だね、ダブローソ、いや感動素か。まあちょっと残念でしたねこれは。まあやむなしです、とりあえずは。あ、これはハイパイ点数的にはまあ6点というところですね。
意外にあんま良くないというか、良さそうで良くないハイパイでした。ただ相撲は非常に良くて、シートイよりも薬杯に期待ですね。さあチュンを落としまして、コンイツに行くかどうかちょっと微妙なんですよね。あ、ツーピン来たんで本一は狙いません。さあこれで、あーはいはい、それはまああまり良くはないけど、まあとりあえずは下茶を叩いてくれて良かったかなということで、はい、最後、まあマンズモで一応逆転なんで、マンズモ目指します。さあハイパイ点数としてはこれは7点ですかね。まあとりあえず7点 OK で、ここはトンを泣いてペイを泣いて、トイトイ、いや微妙かな、直撃っていうイメージで、まあ、ペイを泣かないところ上がれないんで、ペイを泣いて、これはちょっといかないとして、これはペイを泣かないと上がれないんですが、嘘、ダメですね、これはもうちょっと泣けないんで、いや天敗でもダメなんで、しまったな、これトン泣いたのはちょっと失敗でしたね。ペイを泣かしてくれないんで、老僧はあんまり危険牌ではないんですが、まあまあこれで一応天敗ですね。まあこれでペイで上がって割としますかね。まあ CP はまあ大丈夫でしょう。まあ一応ペイで上がれますというやつですが、あ、これでいてマンガンとまではいかずとも出上がりだと、いや逆転はしないのか、これは4000点、あ、これはちょっとギリギリ足りないですね。惜しかった。はい、まあいいです。とりあえず玉を1個ゲットできたので、まあよしとしましょう。はい、ということで、一応玉の争奪戦に勝ったからよしという、そういう局となりました。はい、2列目が埋まりつつありますね。ということで、ここまでとしたいと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。